とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。ちょっと今日はね、逆に質問したいことがありまして、教えてほしいんだよね。知ってるならば、コメントをお願いします。ちょっとわからないことがあるのよ。もう半年やってるんだけどね、わからないことがあって、まずこれか、表彰状のこれ一番下にあるやつだけど、漏らしたらダメリアでの戦いにおいて、ある特定の条件を満たしたとき、この賞を授けよう。これがわからない。なんだろうね。一回も、途中のね、ミニゲームでミスせず行くとか、うんこに当たらないように行くとか、なんかいろいろ試したのよ。宝箱を全部入手していくとか。何にしてもね、これ、できないのよね。何なんだろう。これ知ってる人がいれば教えてください。これちょっとわかんない。とこれも、ダンジョンをクリアした回数が合計で100回に到達した時、この賞を授けよう。ダンジョンって何何のダンジョン、わかんない。もうクエストはもう100回どころか1000回以上クリアしてるからね。で、このダンジョンをクリアした回数が100回って書いてあるんだけども、これどこのダンジョンを100回クリアすればいいのか、わかりません。これ知ってる方いれば、これも教えてください。で、表彰状からもう一個だね。もう一個。これ、とある状況において、ギャグマンのツッコミを見事に決めたとき、この賞を授けよう。なんか前ねちょっと教えてもらったことがあって、ふぶきさんにギャグマンをつけて、ツッコミを発動させればいいって言ったんだけど、それで合ってる？これのねクリア仕方は分かんない。全員をギャグマンにして3日ぐらい動かしたけども、なんもならなかったんだよね。もしかすると組み合わせなのかな？誰かをギャグマンで、誰かを何かにするっていうことなのかな？わかりません。これもちょっとは知ってる人いれば教えてください。これもわかんないね。で、表彰状はこれだけなんだけども、もう一つわかんないのが、プレイコード。プレイコードでかなりやり込んできたはずなのに、ハテナがあるのよ。これ、装備をクラフトした回数とトークレックの収集数の間のとこ、これ俺未だにハテナなんだけど、ここ何？何なんですかこれ？わかんない。いろんなことやってきたよ。もうとにかくいろんなことやってきたけど、ここ解放されてないってどういうこっちゃ？わかんねえ。ここも、一体何なのか知ってる人いれば教えてください。攻略サイトみたいなの見ても全くわかんないのよね。なので教えてください。お願いします。はい。今日はね、ちょっと逆に質問するっていう回だったんだけども、知ってる人いればぜひ教えてください。もうすべてをね、もうコンプリートしたいので、あと4つ、それを、知りたいところです。教えてくださいね。コメントください。はい。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。